皆さんこんにちは。いかにも昭和の大物スターらしい切符の良さや派手な女性遍歴、また巨大マグロを釣り上げるなど豪快伝説を残した松方弘樹さん、こわもての風貌とお茶目な一面を併せ持つチャーミングな役者でもありました。2017年に惜しまれつつ亡くなりましたが、遺産や身辺整理など松方弘樹さんが亡くなったことで新たな問題がいろいろ出てきたようです。今回は松方弘樹さんの私生活を中心に深掘りしていきたいと思います。松方弘樹さんは本名を目黒光樹と言い、1942年7月23日生まれ、東京都北区の出身です。2017年1月21日に74歳で亡くなりました。松方弘樹さんは1942年7月23日に東京都北区で近衛十四郎さんと水川八重子さんの第一子として誕生しました。10代半ばまでは歌手を目指して上原玄斗さんの下で五木ひろしさんたちと共に歌の勉強をしていましたが、五木ひろしさんの歌声を聞いているうちに自信を失い、俳優の道に進んでいます。松方弘樹さんは明治大学附属中野高等学校を卒業し、個人事務所のマレに所属していました。高校在学中に東映入りし、17歳の逆襲暴力をぶっ潰せていきなりの主演デビューをしています。ご本人曰く、この待遇は親の七光のおかげなのだと断言しています。ところが当時の東映にはくしくも同学年の二世俳優がもう一人いました。北王子欣也さんです。こちらは父の市川右太衛門さんが東映創立メンバーであり、重役も兼務していました。東映は北王子欣也さんを大々的に売り出します。その陰に隠れた不遇時代を経てようやく脚光を浴びたのが仁義なき戦いでした。同シリーズでは3作品に出演し、立場の違う3人のヤクザ役を好演しています。余談ですが、松方弘樹さんが出演した第1作に北王子欣也さんはキャスティングされていません。北王子欣也さんは第1作を見て惚れ込み、シリーズ化されるのを耳にして自ら売り込んだといいます。目標としていた時代劇俳優は10代の頃から憧れていた萬屋錦之介さん。その演技や殺人に学ぶところは大きかったようです。不幸な要望と喫音症を持つ三代将軍家光を演じた柳生一族の陰謀も松方弘樹さんの代表作の一つです。一言で言うなら、とても器用な俳優と言えるでしょう。例えば織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった三英傑から、山口組三代目組長田岡一夫、稲川会初代会長稲川清浄ら、その筋では有名な人物までをカバーしていました。また畑違いのバラエティ番組、天才たけしの元気が出るテレビでは松方部長に扮して番組を盛り上げていました。笑い上戸の一面を見せ、焦って声を裏返らせたり、ハンカチで額の汗を拭ったりする姿は女子中学生にも可愛いと評判になりました。さて、松方弘樹さんの死因は何だったのでしょうか。発表によれば、2017年1月21日、脳リンパ腫のため74歳で亡くなっています。前年に病名を公表し、闘病生活を送っていました。抗がん剤投与の治療中に脳梗塞を起こすことがあり、年が明けてからは予断を許さない状況が続いていたそうです。入院中、足しげく病室を訪れた親友梅宮達夫さんの話によると、意識が常にしっかりしていたのは前年の半ば頃までだったそうです。やがて声をかけても反応がなくなり、うつろな目で天井を見つめているだけになったとのことです。まだ会話ができた頃、次の手土産は何がいいかと尋ねると、達兄が作った弁当がいいと答えたそうです。スタッフや関係者の話を総合する限り、松方弘樹さんの生前の評判は絶賛の嵐です。いつも豪快かつ気持ちの良い人柄で、にこやかな笑みを浮かべていたそうです。気分にムラがなく、スタッフを決して怒らず、やじ馬にも神対応だったと言われています。自身のギャラはみんなに還元する心情を持っていました。とにかく愛された人だったようです。死因の脳リンパ腫は珍しい病気とされており、松方弘樹さんの訃報が流れた際は死因となった病気も話題になりました。どうやら滅多に発症しない珍しい病気だったようです。悪性リンパ腫の中でも発症率が低く、
10万人に1人の稀な病気とされています。10万人に1人となると確かになかなかない病気と言えます。医療関係者ならともかく、ごく普通の一般人なら聞いたことない、どんな病気と感じる人も多かったことでしょう。ただ発症した人の中では60代以上の高齢者が多いのだと言われています。松方弘樹さんが脳リンパ腫と分かったのは亡くなる前年なので70代です。発症する確率が低いとはいえ、年齢的に可能性はあったのかもしれません。ですが10万人に1人しか発症しないなら、回避できた可能性も決して低くはなかったはずです。もし病気にならなかったら、まだまだ元気な姿を見せてくれたのでしょうか。最後に出演した映画で健康法を語るも病には勝てませんでした。松方弘樹さんが出演した映画の中で最後の作品となったのは、中島貞夫さんが監督した2016年の時代劇は死なずチャンバラ美学校でした。この作品の撮影ではまだ症状が出ておらず、元気に仕事をしていたそうです。当時の松方弘樹さんは自分なりの健康法について語っていました。趣味の釣りでマグロを追いかけるのが僕の健康法なんですよ。何ヶ月か釣りを楽しんで、その後何ヶ月か仕事をするといった生活をしたいと述べています。松方弘樹さんといえば釣りを思い浮かべる人は多いでしょう。本当に大好きな趣味であり、休日は夢中になってやっていたようです。こうした釣り好きの人たちは楽しみながらある程度の運動量を確保できるのだと言います。確かに倒れないように踏ん張ったり、腕の力でぐっと引き寄せたりするので、トレーニングのような効果が期待できそうです。また自然の中で好きな釣りをすることで精神的に落ち着いたり充実感を得られたりするので、心の健康維持にも役立ちそうです。松方弘樹さんは病気にならないためにも真剣に釣りをしていたのではないでしょうか。病を撃退し、いつまでも釣りを続けてほしかったものですが、とても残念です。豪快なお金の使い方で知られた松方弘樹さん、クレジットカードが今ほど普及しておらず、会計に現金が必要だった頃から伝説級の逸話を残しています。ステーキハウスでの1回の飲食代2000万円を1人で支払ったり、趣味の釣りに数億円を投じたり、切符のいい大スターとしてはよろずや金之助さんや勝新太郎さんが有名ですが、松方弘樹さんも間違いなくお仲間と言えるでしょう。こうしたエピソードもあって巨額の遺産を残したイメージが強い松方弘樹さんけれども、意外にも晩年は経済的に厳しい状況に追い込まれていたらしく、遺産はあまりないのではと見る向きが強いようです。入院中には1日10万円の特別個室から一般個室に移っていました。家賃100万円超の麻布のマンションは解約し、ランクを下げた部屋に転居しています。広大な敷地に立つヘリポート付きの京都の豪邸もすでに売却しており、加えて高額な医療費や仕事復帰のめどが立たなくなったことも影響したと思います。松方弘樹さんはまた慰謝料と養育費も支払っていました。最初の妻への離婚慰謝料だけでなく、2人目の元妻仁科明子さんが住むマンションのローン残額、そして婚外子を含む子供たちの養育費など、逆に考えるとそれだけの経済力があったということになります。年収は公表されていませんが、芸能レポーターの井上光三さんによると、天才たけしの元気が出るテレビ一本の出演料は500万円だったと言われています。仮に遊興費は谷町などの後援者が援助していたとしても、年収は数億円と見ていいのではないでしょうか。松方弘樹さんの息子である仁科正樹さんは16歳の頃から松方弘樹さんとは完全に絶縁状態で、19年間連絡を取っていなかったそうです。松方弘樹さんがお亡くなりになった時も死に目に出会えず、さらに葬儀までに出席しなかったそうです。果たして何が原因で絶縁をしてしまったのでしょうか。調べてみると、どうやら仁科正樹さんと松方弘樹さんの間には直接には確執はないようです。てっきり父と息子との直接な関係かと思っていました。ただ絶縁の決定打となったのは松方弘樹さんと仁科明子さんの離婚であることは間違いありません。仁科正樹さんは母親側についたのですが、その時俺も父親に関わらないと決めたそうです。なぜ絶縁になったかというと、松方弘樹さんに相当な浮気癖があり、
それに母親である西野明子さんが相当悩まされたからです。さっくり言うと、母親を大切にしなかった父親に相当激怒して絶縁を決意したということなのでしょう。マザコンや母親思いとかいろんな言葉が見つかりそうですが、結局は母親の方を大切にしたということです。いかがだったでしょうか。今回は松方弘樹さんの遺産や金遣いにまつわるエピソードなどについて触れてきました。昭和の大スターと言われるのが納得できるほどの伝説の数々でした。もともと若い頃から豪快なお金の使い方で数々の武勇伝を残してきた松方弘樹さん。入ったギャラはスタッフらに還元する気前の良さで、京都の祇園で飲みに出たところファンがついてきたため総勢60人の大宴会となり、飲み代全額を笑顔で払ったという豪快なエピソードなどがたびたび報じられてきました。入るお金も大きければそれ以上に出ていくお金も半端なかったことがわかります。仮に借金があった場合、遺産は負債ということもあり得るでしょう。しかし遺産を残さず思い出を残す生き方は松方流の美学と言えなくもありません。本能の赴くままに毎日を送り、俳優としてもタレントとしても偉業を成し遂げた松方弘樹さん。今後こういった豪快な芸能人が現れることはないように感じます。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。